私です。同国。そして前回一つ目のエンディング、計全16種類中の一つのエンディングをね、完全初見の中で見た。で、正直それじゃあね、あんまりにも誰がこの事件を起こしてるのかも分からず、でかつ、犯人の正体同じこと言ってるね、1個目と2個目、まあ要は何もつかめなかったんで、でそうそうそう、あと4人ぐらいもう身内がぶち殺消されたというね、もうあってはいけない。なんで時を戻そう、ペコパ的に行きましょうね。そう、これメモを確かめると白、何も書かれてないメモを拾わされてしまい手遅れになってしまう。なので小鈴さんをすぐに追いましょう。ここではぐれたら小鈴さんまた一人どこか行ってしまうだろう。僕はとっさに彼女をかけて走り出した。小鈴さんも長い廊下をまっすぐ進み、階段の方へ向かって走っていっている。彼女はどうして一人で行動するんだろう。人に相談をしないのは周りのみんなを気遣っていることなのか、それとも僕を含めた他人を信用していないということなのだろうか。僕は小鈴さんを追って階段を駆け上がった。彼女は一体どこへ行くつもりなんだ。小鈴さんは1階の廊下を駆けていく。台所とか風呂場とかある部屋ですね。部屋、フロア。しかしメイド服っていうおよそ機動性に優れていると言えないような服装で、この、まあ、高校男子を振りま、対等にやり合ってるとはね、なかなか、やはり、メイドは身体能力が優れているとかいうところあるんですかね。ハヤテのごとくのハヤテとか、ああいう感じでしょうか。あと追っている途中で僕は先生や野本とぶつかりそうになった。さっき小鈴さんが階段の方へ行ったわね。はい、すぐいます。話もそこそこに、僕は小鈴さんを追いかけてどんどん走っていった。小鈴さんは2階へまっすぐ進んでいく。この先へ行くということは、さあここですよ。この奥の扉で小鈴さんは消されたと。彼女は階段を上がってすぐの部屋の前で足を止めた。小鈴さん、彼女は僕を一瞬にらめつき、すぐに部屋の中へ入っていく。当然僕も急いで部屋の中へと進んだ。こっからだね。小鈴さんは部屋に入るとすぐに中を見回した。お、本当だ、なんか電源コードがつながれた。何あれ、聖杯杯みたいなのがありますけど。机の上にカップらしきものがあるのを確認し、彼女は慌ててそれに近寄ろうとする。うん、小鈴さん待ってください。彼女は一体何をしようとしているんだろうか。なんかああいう形のね、しょうもない照明、1500円ぐらいで売ってそうですね。黙って見ていたらまずいような気がして、僕はすぐさま彼女の手を引いた。彼女の手を掴んだまま机の上に置かれていたものに目を留める。何これ、このカップは何なんだ。ただなんか電極のようなものがつながっているあたり、大丈夫なの？なんか専門的な知識ないとこういうの触っちゃいけないんじゃないの。前はこんなものを机に置いていなかったはずだが何その反応。彼女は身をよじって僕から逃れようとした。すみません小鈴さん、乱暴するつもりはないんです。でもどうしてでも一人で抱え込もうとするんですか。僕が手を離したら
また一人で行動してどこか行ってしまうんではないですか。このカッパは僕が調べます。小鈴さんはここで待っていてください。僕はそう言い、彼女の手を握る力を強くした。僕の腕を避ける抵抗が軽くなる。小鈴さんは観念してるだろうか。電極の話した後に抵抗とか言われてもさ。やめてください。彼女は弱々しい声で僕の腕を見つめていった。あ、すみません。強く掴んだために赤くなってしまった彼女の手首を離す。小鈴さんはカップに目を捨てた僕をじっと眺めている。彼女は僕に従うつもりなんだろうか、それとも隙を見て何か仕事をしているんだろうか。彼女の考えはよく分からなかったが、とりあえず僕はカップを調べてみることにした。ほう、何かのコードが机の引き出しの中までつながっている。引き出しの中。カップの下から薄い金属板のようなものが顔を覗かせている。はあ、これか。机の上に美しい色合いのカップが置かれている。カップの表面には5年ほど前の日付と聞いたこともないようなコンクールの名前が記されていた。シール、あ、これあれ？あの、なんかコンクールかなんかの受賞者、対象者に贈られる記念品のカップみたいな話？このカップを手に取ってみようか。いえ、絶対ビリビリってなって、ギョエーで、中のね、主人公の頭蓋骨とかあばら骨とか浮かび上がると思うんで取りません。やっぱりこのカップというのはもう少し調べてからにしよう。それこそね、なんか使えるアイテムとかあるんじゃないかな。甲冑の手無理か。まあそれそうだね。やるならこう電気通さないゴム手袋とかじゃないとね。ウェイズウォーキン無理か。いやでもいい、これは取れないな、手放しには。僕は金色に輝くカップから離れ、部屋の様子を眺めた。僕の態度を見て小鈴さんはため息を漏らす。え、北にそうじゃなかった。彼女は机の上にあるカップに何か特別な用でもあるんだろうか。え、写真が入っていると。これは見たやつなんだね。別に、これか。配線コードが伸びているって分かったんだけど、このため息が安堵のため息なのか、それとも何かこう、なんていうの、あ、隣の部屋行けないと。安堵なのか、それとも失望というかね、この男こんなに分かりやすいヒントをもらっても何もできないのかっていう、所詮この程度のかみたいな感じなのか、小鈴さんや机の上のカップに神経を使い続け、僕はかなりの息苦しさを感じていた。少し廊下に出て頭でも冷やしたい、そんな気分に一瞬とらわれる。いやダメだ、せっかく小鈴さんを手ごめに来たというのに今さらこの場を離れているわけにもいかないだろう。僕は頭を振り、部屋の中、二人の中を見ました。立ちくらみさえ感じる電気のアップしたと。部屋の中を見回すってことはやっぱりなんかあるんじゃないかい。いやでももう終わるしかないな。嫌だな。
話すとかできます？小鈴さん、じっとしててくださいよ。彼女は逆らうことなく僕の近藤を眺めている。その静かな雰囲気は逆に何かの前触れるので少し怖いような気がした。しかし今余計なことは考えてられない。これからどうしようか。もう一回いく？同じか。これさ、この電極の根元をまずバチンと切っちゃった方がいいと思うんですけど、するつもりないんだよね、進行。弓矢手はず。手のドライバー。懐中電灯。ねじ回し。コイン。守りか。蓋。ぬれず大きい。あ、そうだよね。この主人公が、この何生存者が消されていく中でピラニアの水槽の中に後から鍵を入れた人が誰かいたっていうことだから、それも誰か分からず。手に取るよ。ちょっと取ってみよう。僕はカップに手を止ました。え、カップを取った途端いきなり部屋の電気が消えてしまった。小鈴さんが叫び声を上げる。僕は慌てて机の上にカップを置き直した。うわ、しかし火花が激しく散るような音がしただけで再び電気がつくことはなかった。え、もしかしてどうかの配線をショートさせてしまったんだろうか。あ、明かりを。何、あのカップの材質がなんかあったのかな。電気が通しにくいとか でそれをどかしたことでもう直に電流が通ってショートしたみたいな。小鈴さんが潤った声を出す。どうしよう、どうやって上がりつくんだろう。出た、これ手探りで突然部屋の様子を確かめるとき突然ドアが開く音がした。誰かが入ってきた。小鈴さんものすごい悲鳴が響いたが、その後彼女の声は一切聞こえてこなかった。どうしました、小鈴さん。僕は手探りで小鈴さんを探した。しかし彼女がどこにいるのかは全くわからない。そうだ、電気をつけないと。壁に手を添えドアの近くのスイッチにたどり着く。ダメだ、スイッチが効かない。小鈴さんはどこにいるんだ。今のなんか間に逃げる、回り込まれてしまったみたいな絶望感があったけど、小鈴さん呼びかけても答えはない。その代わりに何かを引きずるようなものが聞こえてきた。誰だ、ここにいるやつは何で何も言わないんだ。うん、これ前と同じかな。同じや。フェイント、何かにつまずく。これ多分小鈴さん。いつみ、小鈴さん手に血がついてるからっていうことですよね。血がついてると。この血を見て逃げ出した。どうしてあのバーナーを未然に防げなかったのか。なんだ、罠を未然に防げなかったのか。あれを防げばと言ってもどうやって。時を戻そう。取らない。こういうことですから、2周目以降っていうのはね、大体そうでしょう。紙とかいいんじゃない。違うか、コイン。ん、小鈴さんがため息を漏らす。やっぱここ調べれるってことは、これ何かアイテムを使えばいいんだろうけど、これもしかしたらこの手持ちのアイテムじゃ何とも何もできないっていうのがあるかもしれないんで、まあいろいろ試してみて次回何進展あれば。やってみ